相手が腕ひしぎ腕固め、僕の体を上げようとする場合に体を預けて、右肘で相手の肘の裏側を挟み、体を伸ばして相手の肘関節を取る。相手が襟を持ったらその上からがっちり握る。握ると同時に体を開く。同時にこちらで相手の脇を挟みながらこの腕をねじる。ねじりながらここでこうやって腕ひしぎ脇固め。腕ひしぎ技には多くの技があるが、主な実例を紹介する。腕ひしぎ脇固めの一例である。腕ひしぎ三角固め。腕ひしぎ膝固め。両足をぐっと伸ばし、相手の肩を潰して起き上がる。